アマド・ゲバラは、ホンジュラス・テグシガルパ出身のサッカー選手。ポジションはミッドフィールダー。ホンジュラスで、プロキャリアをスタートさせ、その後スペインやメキシコ、コスタリカ、アメリカなど、世界中でプレーした。2003年4月11日にメトロスターズと契約。リーグ MVP を受賞するなど中心選手として、結果を残す。 2006年には CD モタグアの選手たちに混じってトレーニングを行っていたが CD モタグアの一員として複数の親善試合に出場し当時メトロスターズの GM であったアレクシー・ララスに激しく非難されたその後両者の関係を修復され2006年シーズンを終えたが選手トレードに出され CD チーバス USA へ移籍したまたこの年の3月にグリーンカードを取得 チーバスへ移籍後は、低調なパフォーマンスが続き、腹心を故意に押し倒す事件を引き起こしたもあり、シーズン終了を待たずして CD、モタグアへレンタル移籍に出された。母国へ戻った、彼は復調し、クラブをコパインテルクルベスアンカーフ優勝へ導いた。2008年からはドラフトにより、トロント FC でプレー。2009年12月、CD、モタグアに復帰した。 オンジュラス代表の最多試合出場記録を保持している。コパアメリカ2001において、ブラジル代表を2-0で破るなどの快進撃を見せ、3位入賞へ導いた立役者として MVP を受賞した。28年ぶりの 2010FIFA ワールドカップ出場にも貢献している。ありがとうございます。